はい、というわけで大友のね暮らしき場所にやってまいりました。僕が知りたいのはとりあえずどう攻めていくのか、攻めの何ていうんですか、攻められまくった時の返しとかそういうのをちょっと見て学びたいと思います。どんどん見てください。今練習中ですね。ぶつかる時の音がマジでやばいっす。でかいっすね、度胸。臨場感がある。やばい。横綱の肩やりあったんですけど、本田みたいに五交差してました、マジで。コレステロールや血液が気になる方の青汁。おおすごい。うお。やばいやばいやば。全然違う。うわ。すげえ。マジでホンダみたいだった今。なんか塩の振り方から違うわ。なんかうわうおーすげえ。パワーにはパワーやな、うん、はい。というわけでね、一旦倉敷場所をね見て生相撲を見てきました。全体の感想としてはとりあえず相撲の前にちょっと力士の感想なんですけど、でかいっすね。桁が違う階級が上の人とか、まあ、出てきたんですけど、後の方とかでかいっすね。とりあえずどんどんでかくなる感じがしましたね、はい。まあ、最初にまずぶっ飛ばす、これができるか できないかで勝率が結構変わってたんで、突っ張りでぶっ飛ばしてる選手が一人いたんですよ。それやっぱ僕が突っ張りだけで負けたように、あの突っ張りは間違ってないってことが証明されたんで、あれゴリ押しでいきたいと思います。10戦10勝します。うれ、ということで実際に相撲を見てきました。ということでもう早速ねランクマッチの方に行きたいと思います。まずはぶっ飛ばす、これがマジで大事。一気に距離詰めてもう押し切る、そのレベルでやっていきたい。もうこういうこと、もう一気にどんどんもう前に前に前に、もう前に前に、もうダメダメダメ、そんなじゃ止まらない。もう戦車と思って自分を。いや投げる、投げが来たら多分まだ投げてる、うん、これでいい。いやそのままになってる。やっぱどんどん距離詰めてどんどん押していく、これがマジで相撲っすよ。いやでかすぎる、勝てる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 、うおー本当に上手くなってるぞこれ、マジで。いやいいよ、本当に強い。うわうまくめっちゃ上手くなってんだけど、なんか来た。ジュリは本当に苦手だったからどれだけいけるか。いやちょっと待って、俺ほんまに勝ったことないよジュリに、正直ね。いやすごい、そうだろ、全然違うマジで。こうやってね押さないとダメなの相撲って、マジで。相撲で見たようにもう押し切る、ずっと本当に強いわ。いや強いよ、どんなんでしょう。
やったー、本当に強いわ。俺が見たやつだ。出た、ついに俺の SN3、 今まで使ったことなかった。ああ、マジかたる。よった、俺じゃないみたい、今までの。やばよーし、さすがにか。7戦目で初負けしていった。よーし、 OK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 。 ナイスこの百裂客マジで止めるんわ俺。こんなもん勉強してねえからな。10戦7勝なってました。結果としてはマジで上手くなってる。なんか最初はこの説を思いついた時はなわけねえだろうって心からちょっとこんぐらい思ってたんですよ。でも実際は相撲のなんていうんですか、立ち回りみたいな、もうどんどん前に行くっていうのを学べたから、なんか前の時は多分ちょっと気なんかどうしようどうしようみたいなあったんだけど、もう力士の人はどんどんガンガン前に出て、もうこれやったら本当に勝率増えました。皆さんもね、ホンダ使ってガンガン前に出て戦ってみてください。